皆さんこんにちは。いなまく TV の川島です。いつも動画をご覧いただきまして本当にありがとうございます。今回はスキルアップ動画ではなくて報告になります。なので、そういうのはいいわという方は今回はスルーしていただいて、次の動画でお会いしたいと思います。で、そのご報告というのはタイトルにあるようにお引越しをいたします。約5年前に長野県伊那市に移住をしてきたんですね。それから5年経って、とっても居心地が良かったんですが、特に今年の頭ぐらいからですかね、結構頻繁にいろいろご近所様と会って、それで警察沙汰になることもあって、それで物件を探すようになりました。その辺をお話をしていこうかなと思います。そもそも長野県伊那市というのはとても寒天が有名ですね。寒天パパという会社があって有名になるんですが、寒いところです。標高が高いので、スカイツリーの上ぐらいですかね、ちょっとね、それぐらいの高さにあるので、都内の人は高いところに住んでるんだなっていうのがわかると思います。あとはね、高遠そばとかそういうのが有名です。で、移住をしてきた5年前の時に最初物件を探したんですね。その時には土地勘があるわけではなかったので、まずは賃貸に街中にね、東京の人がこっち来るんだったらばいきなり山ん中っていうのは辛いから、一回賃貸に住んでみて、そこからいろいろ探してみたらどうかっていうアドバイスいただいたんですね。あ、そうかということで結構街中のマンションに住んでいました。これがとっても足回りが良くてね、結構気に入ってたんですね。例えばうちの近くにはスタバがあったり、それからユニクロとかね、しまむらとか、それからコメダとかコーヒー店もあって、コーヒー店は結構激戦地区なんですよ。なのでコーヒー好きな私は一人でコーヒー飲みに行ったりっていうことも結構あったんですが、とにかく足回りがいいのでお気に入りでした。あとはマンションはね、家の前が山が見えるんですが、朝ね窓を開けるじゃないですか。そうすると山と、それから夏なんかは、ここにビデオがあるように農家の方がひまわり植えてくださって、ゴッホの絵みたいなね、めっちゃ綺麗なんですね。それで冬はというと、標高が高いのもあって寒い、暖炉が日本一らしいんですが、家の中はそういうこともあって暖かくなるように作られています。なんでね、本当に暖房がいらなくて、今もねもちろんつけてなくて24、5度ぐらいはずっとあります。冬になると一番寒い時で20度をちょっと下回るぐらいかな。それぐらいで本当にあったかいんですね。なのであんまり他にお引越しをするっていう気持ちが薄れてきてしまったんですね。ところがこのお隣さんなんですよ。ちょっとビデオに公開しちゃうんですけれども、よくね、日本人ではないんですが、その方がお国柄っていうのかな、ベランダで電話をするんですけれども、かなり大きな声で喋られるんですよ。そうするとね、時間帯も全然違ってて、夜中に喋られたりするので、とにかく眠れないっていうことが起きてて、仕事が飲食されているみたいなんで12時過ぎに帰ってくるんですね。で、うちがもう寝ようっていう時に、向こうが帰ってきて、そこからいろいろなことをされて、ご飯を食べたりしているみたいなので、もう時間帯が全然違うんですね。で、あまりにうるさい時はちょっとうるさいですとかって言っちゃうとちょっと静かにはなるんですが、性格というんでしょうかね、それが繰り返されるようになって、でそのうちだんだんエスカレートしていくような感じになっていったんですね。で、今年の夏休みぐらいになると、そういう管理人さんとかにお願いしたりしても全然変わらなくて、でそのうち管理人さんもね、もうこれ以上は管理会社としてはもう何も言えないっていう風になってしまって、もしうるさい時には警察を呼んでねって言われたんですね。じゃあ分かりましたっていうことで警察を呼ぶようになったんですが、それでもね1ヶ月経たないうちにまた全然それが同じことが始まるんですね。それで困ったもんだなと思って、である日ね、ひどかったんでちょっとビデオでね見たんですけれど、撮らせてもらっちゃったんですけど、証拠に本当にね、バーベキューを夜中始めちゃうんですよ。でそれが時間が1時ぐらいでまあ大きな音も立てて喋るので、まあ匂いとねすごかったんで、警察を呼んでっていうことがあって、でこれをこう繰り返しているうちに、もしかしたら、うちがこうした方がいいんじゃないのっていうふうに言われるように、周りの人からもなって、それでこう物件を探すようになりました。本当に、性格が悪いとかではないのでこう喧嘩したとかね、そういうことではないんだけれども、変わらないっていうかね、お隣は何カップルかが住んでる感じなんですよ。なのでそれもこう出入りがこうあるみたいなので、なんかご挨拶するじゃないですか、横でお隣だから。そうすると「こんにちは」って言って感じがいいんだけれども、あれこの間住んでた人と違うってことがよくあるんですね。でこういう感じでこう借りてる主が日本人らしいんだけど、どうも大阪に住んでるみたいで、その日本人の方は「あすいませんね」って言うんだけれども、また人が変わると同じってことが繰り返されたりして。で物件を探すっていう経緯になったんだけれども、たまたま物件を探したら、近くに、気に入ったところが見つかって、平屋のちっちゃなお家なんですけれども、日が差してあったかくて良さそうなところだったんで、それで気に入って、それでトントン拍子にお引っ越しをということになりました。それでね、ちょっと今住んでるところは残念なのは。自動販売機でねこうやって卵を買ったりとか、本当にこう YouTube を投稿しながら時間がこうあるじゃないですか、間の時間。そういう時にはこう歩いていろいろなことができたので、今のところは気に入ってはいたんですけれども、本当にちょっと30分とか経たないドライブをすれば、本当に綺麗なねこんな場所がいくつかあるんですよ。新しく越した先にでも、こういうドライブはできるところにはあるんですけれども、なのでねこの感染症のこともあるので、それが、ちょっと緩んだりとかしたら、暖かくなったらねこのメンバーの方には分かんないですけどね、家の中、なんかルームツアーってあるじゃないですか、そういうのでねちょっとシェアしてみようかなとか、それから遠方だけど来れるよって人には、お花見の時期、桜がとっても綺麗で、自然すごい綺麗なところなので、集まってもらってなんかあってもいいかなって今は考えたりしています。ということで、大した動画ではないんですけれども、今日はご報告ということでお引っ越しをすることになりました。ちょっとね YouTube の方はだから少し回数が落ちるかもしれないんですが、頑張って投稿していこうと思っています。災い転じてっていう言葉の通り、いろいろあったけれどもね、外人さんのおかげでいいところに、気に入ったところに住めるようになったので、今はねありがとうっていう感じがあります。ということで今日はねご報告ということでお引っ越しをすることになりました。ではまた次回の動画ではスキルアップ動画を投稿してまいりたいと思います。では今日はここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ではごきげんよう。またね。